とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もやっていきましょう。タワーシーズン7の攻略。今日は11階から20階までの攻略となっております。では、11階行ってみましょう。あ、ちなみに今の報酬はいりませんね。で、11階パワー商人がいます。武器の攻撃力を上げないと、ちょっときつくなってきたので、星なき夜、上げていきまーす。はい。で、エンチャントポイント、使っていきましょう。次に行った時でいいね。エンチャポイントを使っていきます。武器と弓、どっちかを使うっていう風にしていった方がいいと思います。今回は、矢が52本と若干少なめです。なので武器に多めにエンチャントを振ってます。でも、弓を使う場合は貫通、これを入れておくとかなり、強くなりますのでおすすめです。貫通と弱体化だね。うん、この二つを入れておくと弓で攻略が楽になりますのでおすすめです。では12階。特に問題ないです。何も言うことない。ここは。うん。もうただただ出てくるゾンビどもをバタバタ倒していくだけで簡単にクリアすることができます。ここはね、ほんと全く問題ないと思うよ。余裕。よっしゃ、ここではやられないよ、さすがに。うん、武器がなんか弱かったりしてもまあやられることはないでしょう。ということで12回クリアです。13回、報酬はいりません。いくぞ。まあ、俺はいつもこういう道順で行くんだけども、うん、まあ人それぞれあると思いますね。よし、ゴーレムを暴れさせながら、今回いいエンチャが出たんだけどね。いいエンチャが出なかった場合はよっしゃ、愛のメダルを使って敵を暴れさせてください。じゃあ爆弾を投げ込もうか。アイテムはね、うまいこと使っていってくださいね。よし、もうね、このシーズン7は敵の数がそんなにね多くないんだよ。まあ多い場所もある、多い場所もあるけども、基本的にいつもよりも少なめかな。うん、そういう感じがしました。はい。で、ここ、報酬別にいりません。まあ、ミステリーを見てみて、いいエンチャント、クールダウンとかついてた場合は、ミステリーにしていいと思います。まあ、今回は別にいいのがついてないので、そのまんまいきますね。エメラルド装備の攻撃速度 25% アップ。あれが結構強いので、そっちで行ってます。行け。あまりいいエンチャじゃないね。やっぱ毒の雲と、あとはなんだろうな、エコーか。そのあたりがつくと強いね。エコー、毒の雲、あとクリティカル。その3つがつくと結構だもんな。はい。矢は出てないね。ここら辺でね、矢が100本ぐらいあると、結構安心なんですけども、なかなかね、出ないんだよな。はい。報酬、いりません。行きましょう。で、ゴーレムの HP がまだあったんでよかったんだけども、減ってた場合は、しっかりと更新していってください。で、ここの敵も別に問題ないと思います。レイスが若干いるけども、まあ問題ないでしょう。ゴーレムと愛のメダルをうまいこと使って、蹴散らしていってくださいね。まだ倒してないんかい。で、階段の上に2体ぐらいいるでしょ。で、これで、おしまい。うん。食らってる。15回も楽勝っすね。で、ゴーレムはしっかりと更新していきましょう。で、エンチャンターの書出るんだけども、エンチャが、
継続時間がな、0.8 秒か上がるだけなんで別に必要ないですね。いりません。いきます、そのまま。で、ボス、ここはゴーレムを強化していけば全然余裕です。よっしゃ、ああ若干食らったな。1体ずつ倒していってください。ゴーレムのねエンチャントがいいやつ出てくればね、もうほんと速攻で倒せるのよ。まあ、今回はちょっといいエンチャが出なかったんで早くなかったけども、まあ、毒の蜘蛛クリティカルとかその辺が両方ついたりするともうほんと一瞬で倒せます。今回運が悪かったね。で、クリアです。で、ようやくゴーレムがパワーアップします。今回の攻略はゴーレムビルドで行くので召喚ビルドかなので、ゴーレムの強化は忘れないように。で、ここ嫌なやつが多いよ。攻撃速度がこっちのは落ちて、で、さらにこのクリーパーがいっぱい出てくるのでちょっと立ち回り注意していってください。とにかくクリーパーは食らわないように。あとはこの氷使いの氷だね、あれを食らっちゃうともう蜂の巣にされてしまうので、まあ、とにかく食らわない。まあうまいことね、こっちが凍結しなければいけると思うので、よく見て戦うようにしてください。基本的にはゴーレムを暴れさせて、さらに愛のメダルなんかを使っていくと簡単にいくと思います。はい。で、次商人です。報酬何もいりません。いきましょう。ここのユニーク商人でハープクロスボウを入手していきます。やっぱりね、ハープクロスボウはねソロ攻略の時に役に立つ。強いもん、ハープは強い。あ、で、矢がね100本結構ありますね。なので、全然使っていけます。弱体化入れていきましょう。で、働き鉢も入れていいですね。いきまーす。まあ、基本的な戦略は一緒です。ゴーレムを暴れさせて、愛のメダルも使いながら戦っていくっていう感じですね。じゃあまだまだ敵の攻撃力は低めなので、まあ、特に問題なくいけると思います。で、矢がいっぱいあればハープクロスでガシガシ倒していっていいですね。あ、ブレイズ倒した。あと1匹かな。はい。もういつもはね、ここなんか結構難しいところなんだけども、まあ問題ないですね。あと戦い方注意ですね。この真ん中側には行かないようにしてください。こう落ちちゃうと絶対死ぬので、あそこの床には乗らない、というか真ん中で戦わない、それは徹底してください。危ないので、あそこは危ない。で、ここ武器をボーンクラブ変えてください。ボーンクラブはタワーでものすごく役に立ちます。エンチャントはおすすめクリティカルと衝撃波ですね。その2つ入れてれば OK です。で、ここが槍を使うスケルトン、あいつが結構出てきますけども、まあ、戦い方はいつもと同じっすね。ゴーレムを暴れさせながら、愛のメダルでこの槍のやつ、あいつを仲間にしていくとうまいこと戦ってくれるのでいいですね。いけお前たち。よし、上からも来たよ。上からも来てるよ。よっしゃ。ゴーレムだいぶお前苦戦してるね。ツン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 やられてた。はい。まあまあまあ、ゴーレムと愛のメダルあれば全く問題ないと思いますよ。20回クリアでーす。んで、報酬何もいりません。ただゴーレムの HP は減ってるので更新だけはしていきましょうね。
はい、ということで今日は11回から20回までの攻略をやってみました。まあ、特に問題ないと思います。難しいとこはないっすね。はい、では次は21回から30回までの攻略となっております。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価も言えてない高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。